田主の成長を加速させるための動画を配信しているカズです。今回の動画はご視聴いただく方全てに関係する大切なメッセージであり、今からでも変えられるあなたの未来について重要な神事となります。この王室神事を下ろされた神人さんの Facebook に投稿された続王室神事からの紹介になりますので、ぜひ最後までご視聴ください。本題に入る前に先日、とても嬉しいことがあったので、ちょっとだけ聞いてください。それは神人さんの Facebook グループに投稿されたもので、この王室神事がいよいよ翻訳されて世界中に広まる時がやってきたというものです。この王室神事の帯、よーく見てください。書いてありますよね。この神事、世界中のために読ませてくだされ、すべてのものを救う書となりますぞ。初版2018年、その以前から、この王室神事が翻訳され、いずれ世界中に広まるということを、王室狼、御霊は予言というか、計画されてたわけなんですよね。本題に入る前に、その投稿内容をそのまま紹介させていただきますね。今から10年ほど前、私は指導霊団より、あなたは教えを下ろし伝えるお役目と伺いました。そしてこれから良きご縁にあるお役目の方々が次々に現れてくるとも伺いました。教えを表に出すお役目の方、教えを世界に広めるお役目の方々がおられると、当時は半信半疑でありましたが、その後、おかげさまで、教示通り、次々に出会いがございました。ご縁をおつなぎくださった、霊団、霊人に、そして、各お力添えくださっておられます、皆様方に、心より感謝申し上げます。本当に、どうもありがとうございます。王室神事公刊は、世界中の多くの方々に読み継がれていく書となるとも教えていただきました。その教示を伺ってから歳月が流れ、自然に希望される方々ばかりで翻訳チームが結成され、長時間かけ皆様で翻訳、それから構成され、現在翻訳が終了しました。いずれ海外へと広がっていく時が訪れるのでしょう。とてもありがたいことです。また、神人霊媒日記や、今日の一言をわかりやすくまとめて話され、良き動画を配信されている方がおられますので、ご紹介させていただきます。ぜひご覧ください。すべてのお計らいに感謝申し上げます。みなみな嬉しい。嬉しい、楽しい、楽しい、変わる、変わる、ありがたい、ありがたい。この投稿を目にした時、もう嬉しくて嬉しくて、もう胸が熱くなりました。神人さん本人から良き動画と言って紹介してもらえたんですよ。良き動画、もう嬉しいですよね。言葉では言い尽くせないほど大きな励みになりました。と、浮かれるのはこの辺までにして、この王室神事がいよいよ翻訳されて世界中の人に読まれるようになる。本当にワクワクしています。ここからは改めて気持ちを引き締め直して、魂の成長を加速させるであろう本題に入っていきたいと思います。改心せんでもよいお人、誰一人としておらんのぞ。悪事働いてきた者ばかりが改心することではないのじゃ。善事せねば世は良くならん道理。自ら立て替え立て直しに勇んでゆかぬ者は皆改心必要であるのぞ。一つ一つ改心できてゆくお人であるならば、世のため、人のため、生きとし生けるもの全てのために生きるのが、喜びとなるのが学びとの仕組み。我よしばかりで他の幸せを願い生きられんものは、この地にはもう生まれ変われんのであるから、今世でお別れとなりますのぞ。例えで申しておらんぞ。誠の話ゆえ、しかと心得なされよ。御霊、ふるいにかけて、分相応のところへ行くと申したことを、すでに始まっておるのぞ。紙一つ書いて、何度も申してきておるから、知らなかったと申すお人の苦情聞き入れは、後回しとなりますぞ。新たなる地に生まれ変わって来られる人民、地の霊人としてお手伝いされるお方、まことあっぱれぞ。新たな世の建て替え、立て直しいたす御霊でありますぞ。金いらぬ。皆で分け合うよぞ。何もかも無害なるよぞ。地上界の掃除は人民がなす大事なお役目でありますぞ。いらぬものはすべて片付け、きれいさっぱりといたし、新たなるまこと良きものを取り入れて、みなみなうれしい、楽しい、長生きするように変わるのぞ。病なき、犯罪なき、他愛に満ちた世を作るのであるから、今他のために喜び勇んで生きておられる方でなければ、次の世は見合わんのぞ。わかりたか。今の世はそのことをわからんものばかりゆえ、これまで同様の星へと移られて、生まれ変わり死に変わりさせ、よくよく学び直されよ。霊界人は皆々ふるいかけ終わりましたから、次は肉体人の番でありますのぞ。信じ読む人民、恐れるでないぞ。皆々分相応のところに分けられるのであるから、いずれも嬉し楽しぞ。それぞれの身の丈に合った服着るから、動きやすくなる道理じゃ。最後の審判は始まっておるのじゃぞ。生きて喜ぶ者と、死んで喜ぶ者とおられると申してあったぞ。何一つ嘘は申しておらんのでありますぞ。後になるほどよくよくわかるようにしてあると申してあったこともその通りでありますぞ。めでたい、めでたい。予定通りじゃな。この世の建て替え、立て直し、いよいよわかりやすく現れてきておりますぞ。ご苦労、ご苦労。それぞれのお役目、誠にご苦労でありますぞ。悪はこの地から消えてゆくと申したこと、神の計画でありますぞ。何一つ間違いのない大昔からの計画であるから、霊界人も限界人もいくらあがいても無駄なこと、神悪く申す者も学びが足らぬから、早く地に頭つけ、泣いてお詫び申し、一切に感謝できるようになるまで、改心に努めなされ。根性でこの地、最後の方々多いと申したぞ。いくら親子、夫婦とて、二度と会われんのであるから、生まれ変わり、また会えんのであるから、そのことよく悟りなされよ。分かるもの、相手を許し愛しなされ。これまでの因縁に感謝なされ。多くを学ばせてくださった悪の御用の方々に深く感謝申しなされ。お別れの時、近づいておりますぞ。ありがたい、ありがたい、ありがたいのう。因縁因果のお仕組みじゃ。許すことと愛することを学ばせてもらったのぞ。ゆえに、そなた、次の世を生きられるのであるから、学び、生かしなされよ。まこと、良き世を作るために、御霊、輝かせよ。三千世界の大建て替え、建て直し、いよいよこの世の掃除、選択じゃ。人民、心も、体も、きれいにするのじゃぞ。悪しきもの、すべて毒出しするのじゃ。御霊磨きとはそのことぞ。食べ物、飲み物、吸うもの、着るもの、住まうところ、みなみな毒出しせねばならんぞ。無害となるまでせねばならんぞ。人民の建て替え建て直しは、人民一人一人せねばならんのじゃぞ。毒を知りなされ。毒を洗い流せよ。毒を生み出さぬよとなされよ。他力本願のもの、皆他の星にお移しとなるから、そのつもりで、この地よく見ておきなされ。魂に刻みなされ。もう二度と来られんのであるから、死ぬまでの間、よくよく見ておきなされよ。冗談で申しておらぬ。脅しでもないのぞ。二度と生まれ変わりたくないと申される方々も、望み通りいたすぞ。霊人として、人様のお手伝い役なされよ。ただし、他の星でなさるのぞ。良きに導けるよう、お働きなされ。聞き耳持たぬ人民を相手に、導くお役目ぞ。しばらくはご苦労なされよ。皆々望み通り、分相応に変わられるぞ。あっぱれじゃな。神人、ご苦労でありますぞ。わからぬ者もおるなれど、今しばらくのこと、皆を導きなされ、笑わせ、励まし、良きに導きなされ。霊団、霊人、共に応援いたすから、安心なされ。悪霊、皆捕まえるため、そなたに感応させ、苦しみの想念に生かせておりたのじゃ。仕組みゆえ、悪く思うなよ。おかげで、いよいよ霊界の掃除は終わりましたぞ。死んでゆく者は、瞬時にふるいにかけているから、今、この地の霊界におる霊は、大方、この地に生まれ変わる御霊と思ってよいのぞ。まだまだ細かいものはおるが、指示出す悪霊は、もうおらんぞ。神人、同霊で変わる御霊ばかりぞ。この国の行く末、疑念抱くも無理ないなれど、禅の仮面かぶりた悪の国ゆえ、見分けつかぬほどややこしくなっておるぞ。己は善であると思い込み、悪事させられておるお人、多数であるから、一つ一つ振り分けて、一人一人学び直させ、良きに導くのは、指導霊様方、誠ご苦労でありますぞ。磨けば光る、良き御霊ばかりゆえ、無下に切り捨てできぬのじゃ。神人、しばらく気長に待ちなされ。隣国、大国は大きく変わるゆえ、恐るるに足らん。皆々大変わりするから、見ておりなされよ。前頭悪がひっくり返って、皆々腰抜かすぞ。夢か、幻か、右往左往し始めます。無知ゆえに、あっちこっちと動き回り、真偽見極められんまま、ただ騒いでおるものを多いのう。信じ、よくよく読んで、誠腹に入れれば、守護霊殿、指導霊殿の導き得られるようになるのじゃが、人民、素直に聞けぬから、苦しむ道、自ら歩むのじゃ。金儲け、人儲け、我が我がのお人は、口八丁、手八丁ゆえに、いずれ信用を失い、寂しくなるのぞ。すべて、相応の因果ぞ。よく、学びなされ。国も企業も個人も皆同じことでありますぞ。人民よ、善行に生きなされよ。すべて見られておりますのじゃ。思いの選び方から見られておりますぞ。恥ずかしくない選び方。生き方、嬉し、楽しとなる因果じゃな。一神教はいずれ終わりますぞ。誠ではないゆえに終わるのぞ。神、霊、人。誠は何かを悟りなされよ。民を霊俗化する教え。仕組み、すべてなくなるのじゃ。悪あがきいたすは、遅かれ早かれ、今しばしのことぞ。わかるお人は、笑って見ておりなされ。人民、良き未来に意を手向けなされ。この信じ、己に読み聞かせよ。薬となるぞ。良薬であるのぞ。ゆえに、厳しいのぞ。苦しんで、笑って、毒出しせよ。みなみな、嬉しい、嬉しい。楽しい、楽しい。変わる、変わる。ありがたい、ありがたい。あっぱれ、あっぱれ。あっぱれじゃな。改心せんでもよいお人、一人もおらんのぞ。私はこれを聞いてドキッとさせられました。悪事働いてきた者ばかりが改心することではないのじゃ。善事せねば、世は良くならん通り。良薬、口に逃がしですよね。私は改めて、善行に励もうと気合を入れ直しました。そしてこの大出信条を声に出して読み上げることは自分自身に言い聞かせることとなり、そして自分の霊にも言い聞かせることとなるので、毒出しのための良薬になるとのことです。大出信条を音読されたことのない人はぜひ声に出して読み上げるようにしてみてください。最後にこの王室神事を音読することで、どんな効果が得られるのかについて、紙一霊媒日記から紹介して終わりにしたいと思います。王室神事。全項巻を日々繰り返し音読されることをお勧めいたします。項巻だけでも構いません。声を出して言い聞かせるように読まれることがとても大切です。神事を音読されてゆかれますと、大きく分けて4つの時期を経験されることになるでしょう。読み物として一度読んで終わりという書籍ではございません。実用書として考えていただければ幸いです。腹に落とし込むように何度も繰り返し音読されることで不思議な霊験をなされます。1、解毒の時期。まず、音読をされますと、心身の解毒がなされます。それは、個々違いはございますが、苦しみの時期となられる方々も多いようです。そのため、初めの時期で音読をやめられる方も多くおられます。過去のネガティブな記憶や、陰湿な思考癖、関与している悪霊からの浄化が全て終わるまで、心身の解毒は繰り返しなされます。誠に残念ながら、苦しみのあまり、本性悪しき書と勘違いされる方もおられるようです。2、感謝の時期。そして次の段階では、肉体への謝罪と感謝の念が高まり、ごめんなさい、ありがとうが繰り返し思考に現れるようになります。その結果、心身の苦痛を癒すことにつながり、病治しとなります。3、覚醒の時期。さらに音読を続けますと、霊意識が高まり、霊感が覚醒していきます。まずは、身近な近親霊との交流から始まり、次いで守護霊や指導霊といった高次元存在との対話へと移り変わっていきます。4、進化の時期。霊意識が覚醒したならば、異次元世界との付き合い方を学ぶこととなります。善なるものと悪なるものの見極め方や、条例、同例、除霊の仕方など、いろいろな霊存在と関わり、たくさんの霊験を重ねることとなります。そして、感謝の念を深め、他愛意識を広げながら、守護霊団と共に、社会貢献していく生き方をされます。それから、日々音読されておられる方は、王室区狼大霊団、大魚狼御魂にご加護されることとなりますので、神事をチャクラに当てて、腹へ清めの言葉を創浄することで、塩と同様以上の浄霊効果が得られます。神事を音読されていなければ、浄霊効果も少なくなります。王室区神事とご縁を得られた方は、ぜひとも、何十回、何百回と日々繰り返し音読なされてみてください。ここに書かれていることをご自身で体験され、真意をご理解されることを願っております。この動画の最初にも紹介させていただきましたが、この王室区神事の帯にある、この神事、世界中の民に読ませてくだされ、すべてのものを救う書となります。あなたはこの本、もう手にされましたか？手にされたならば、声に出して読まれましたか？動画説明欄、動画コメント欄トップに、この王室区神事全巻公開の情報を載せておきますので、まだ手にしてない方はそちらの方を覗いてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。